こんにちは。埼玉西部エリアの魅力を発信しているあゆナビの時間です。2023年もゆるく YouTube 更新していきたいと思っていますので、お付き合いください。よろしくお願いします。さて、今回は飯能市に来ています。実は私ですね、飯能市の魅力をウェブで伝えている飯能都というウェブメディアのライターをさせていただいています。いろんなお店にお邪魔したりとか、観光スポットに行ったりとか、そうした時に写真と記事を書いて載せていただいてるんですけど、よかったらこれまでにも何本か書いていますので、そちらのサイトもチェックしてください。他のライターさんもいろんな素敵な記事を発信していますので、飯能都で検索してみていただけたら嬉しいです。今日はそんな飯能都の取材も兼ねて、2022年の11月に飯能駅のすぐ近くにオープンしたカフェにお邪魔したいと思います。お腹空いてきたんで、ちょっとランチもしながら行きたいと思います。楽しみです。行ってきます。こんにちは、カフェクロックの小澤です。11月4日に開店しました。うちは、ブック、ギャラリー、ミュージック、この3つをテーマにしてカフェやってます。ですからもしよかったら曲をリクエストしてくれれば、ちょっとピアノ弾いちゃったりできます。健康とスローライフをテーマにして、皆さんの癒しの場になればいいかなと思ってます。ぜひご来店お願いします。